どうも、ダークセイバーです。今回は、頭のおかしいエルヴィン団長を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。エルヴィンって有能な上司だけど、部下としては働きたくないよね。仕事に私情を挟まない有能な上司じゃないか。味方としては頼もしいけど上司としては絶対嫌なやつ。承継されて死ぬから勘弁してください。憧れは止められねえんだ、きっと。最終的な調査兵団の生存率は1にも満たないよね。原作だとトロント区奪還の時点で9割が死亡して生存者約300人なので元の人数は3000人。ゴールマリア奪還の時点で生存者9人なので生存率は 0.3 だね。理想の上司に見えて全部個人的思考で動かしてるから割と立ち悪い。むしろ適材適所なのでは。真相を薄々把握した後に後を託された兵長のことも考えてやれよ。人員補充抜きだと最初の200人から9人しか残ってない後は生き残ってるな。それぐらい気軽に味方を死なせられる人材じゃないと逆にどうにもならないから。王政サイドに都合のいいように歴史を改ざんされてるの気づくし長期列車だよね。作戦は有効なんだけどその、犠牲がね。読者のみんな、バトルとかどうでもいいから早く地下室が見たいよね。104期に限れば後発組除くと21人中6人残ってるから。よく9人からとりあえず作戦行動可能なレベルにまで人数戻せたな。二部の兵士っておっさんかガキばっかだよね。現役引退した人呼んでくるか新人を育てるしかないからな。同系と屍の道はエルヴィン団長の歌なんだろうけど結局本人は真実を見れなかったのが辛い。有能だけど部下にはなりたくねえな。絶対死ぬやつやん。調査兵団は104期以外のメンバーはハンジとリヴァイ以外全滅だから何これってよ。フロックも生き残ったし、フロックは104期なんだよ。9つの巨人が絡まなければ無垢の巨人全滅くらいはできたよ。まあ絡まなければ無垢の巨人殺したらまああれに滅ぼされるだけだけど。人類存亡の命運は今、この時に決定する。進め、は本当に痺れたよ。演説で残った人だけ入団っぽかったけどよく3000人もいたな。それまでの遠征でも死にまくってたし。そこまでに生き残ってても確実に志願しな決戦で死ぬんだろうなって。中央憲兵戦でもいっぱい死ぬだろうけど。地上と作戦をすごく綺麗に一緒にするのすごいよね。地下室で人類は外にもいるよってわかるわけだけどそれが夢なわけだから目標がなくなる。自分の目で確かめたいってなってくれたとしてもまああれからの調査戦でそれも叶う。人類守るためには戦ってくれないだろうから新しい夢を自ら見つけてくれないと役に立たなそう。エルヴィンもそこまで責任感ないわけじゃないから普通に今まで通りやってくれたとは思うよ。リヴァイの言ってたセリフは夢のためになんとか心情を保ってたのがなくなるから。針のむしろになるし死なせてやってくれってことかな多分。そもそもベルミン自体が敵ともまず話し合うって方針だったし兄と個人的な関わりがあったのであって、ベルトルさんの記憶が脳にシュートされたのが日寄った原因の全てじゃないよね。最初からアルミンは敵とも仲良くしよう。助けて兄。ってなるだけの土壌があった。エルヴィンはそうならずに自分を殺して働ける分むしろ生き地獄なんだが。うちの職場の定年までの生存率も確かそんぐらいだった気がする。責任感なかったら猿に特攻かけないもんな。進撃屈指の最高。調査兵団に入った時点で死んだも同然なので成し遂げたことを考えたらかなり有能なのは間違いない。団長はザックレイとの会話とか見る限り仲間が死んでいくのは精神的に言ってるからね。でもゴールマリアどころか全土取り戻せたのってこいつのおかげでもあるよね。兵長スカウト長距離索敵陣形開発による生存率数割向上。王政打倒のあれこれロッド巨人討伐作戦立案。獣討伐作戦立案による志願しなく外側の敵の撤退。アルミンもそうだけどこの人なくしても今の壁内人類はない。どんどん体制変えて効率化させてるし団長の中でもかなり良い方なんだろうな。ただ知性巨人組がちょっと強すぎた。アルミンじゃなくてこっちが生き残る進撃の巨人もそれはそれでありだったろうなと思う。隊長としてとても有能だったので惜しい。スパイ巨人3人組のせいで何人死んだんだ。兵長との最後の会話すごい好き。夢を諦めて新兵を地獄に導けてところで晴れた顔になるのが言葉で表せないくらい感極まった。最後の最後で日和りそうになった自分を戦友が後押ししてくれたからな。こいつが所属してる組織に主人公補正なしで入りたいとは微塵も思えない。無駄死にと兵長に望みをかけて死ぬの地獄の二択。死後は捧げた心臓の行く末を見守れる特典がついてくる。ゴールマリア奪還戦ってマジでネイムド以外のモブ調査兵団は一人残らず全滅なんだっけ。ネイムドも死んだよ。本当に良い時に死ねたと思う。また部下全滅させた責任の見込みつつ、
もはや正義の化け物退治ですらない人間同士の試合に付き合わせるのも辛すぎるのでこれでよかった。自分の目では確認できなかったけどほぼ真相まで近づいたとこで死んだからある意味幸せだったかもしれん。あそこでエルヴィンが行く必要あったか？新兵だけに行かせろや。エルヴィン行かないと新兵ついていかないからしゃあない。主要キャラを殺す必要ないやろ。ワイが行かなきゃみんなついてこん。リバカすんじゃ夢を諦めて死ぬやで。あそこで戦闘切っていく団長だから人気あったんやで。オルガ団長も先陣切ってヤクザのとこ行ってチャドとライドかばって死んだもんな。やっぱり団長ってすごいわ。なぜ新兵だけで行かせなかった？新兵だけやったら絶対遺憾しおとりってのがバレバレや。エルヴィンが先導しないと新兵がついてこない。エルヴィン生きてても頭にベルトルト入るから今のアルミンとあんま変わらんやろ。新人ヘタレしかおらんからエルヴィンがケツ叩かんと動かんかったやろ。答え合わせ終わったら自殺しそう。それ以上言うな。頭脳キャラはハンジとアルミンで足りてるやろ。ハンジって参謀として活躍した場面あったか？未だにエルヴィン言ってるのはマンさんだけ。いい加減切り替えらんねえのか。献身非常統率国人材登用指揮官の鏡みたいなキャラ。おとり役はもちろん俺以外が行く。今思えばアルミン死なせた方が良かったよな。解放したかったんやぞ。アニメは声優がなんか声が気持ち悪いのがあかんな。イヤホンつけて聞いてたら気分悪くなった。エルヴィンを殺す必要ないよね。内緒やけどエルヴィンが巨人になって復活するんやぞ。エルヴィンって右腕食われながらもベルトルト切ったシーン以外に見せ場なくね。結局殺せなかったしな。フロックも言ってたけど巨人に殺されても命令に背いて殺されても同じやねん。多分新兵だけに行かせたらみんな後者を選択するで。リヴァイエルヴィンの意思を継ぐんを。自分で仕掛けた兵器の爆発に巻き込まれて瀕死んを。主要キャラがどの辺で死ぬのか大体決めとるんやろな。エルヴィンこれより最終作戦を告げる。総員整列。総員による騎馬突撃を目標獣の巨人に仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に新煙弾を放ち投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を撃ち取る。以上が作戦だ。新兵どうせ死ぬなら戦って死ねということですか？エルヴィンそうだ。新兵どうせ死ぬならどうやって死のうと命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。エルヴィン全くその通りだ。全くもっても意味だ。どんなに夢や希望を持っていても幸福な人生を送ることができたとしても岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味はないのか？そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか？死んだ仲間もそうなのか？あの兵士たちも無意味だったのか？いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を、思うことができるのは、勝者である我々だ。我々はここに死に次の勝者に意味を託す。それこそ唯一、この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士よこれ。兵士よ叫べ。兵士よ、戦え。アニメこれの後にガンダムやっててギレンが演説してたから演技の差に悲しくなったわ。ジークは生まれてこなきゃいいって考え。肝心のところで5色あったんだよね。かっこいい。うおーおーおー。どうやったらこんな文思いつくんや。我々は一人の英雄を失った。しかし、これは敗北を意味するのか？いな。始まりなのだ。地球連邦に比べ、我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか？諸君。我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。これは諸君らが一番知っている。我々は地球を追われ、宇宙移民者にさせられた。そして、一握りのエリートらが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたか。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるはずはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。ここは使ったわ、普通にな演説。この漫画のキャラクターって死を前にしたらやっぱり未練とか怖さとかそういうのに全開になるからええな。大体がみっともない死に方するから。巨人に食われる時みんな覚悟決めた後クソ情けなく嫌だーってなるの好き。お母さんとか調査兵団の人とか。金髪のヒゲのやつとかよかったわ。知りたいというエルヴィンの夢を叶えてやれなかったというのがいいんだよ。諸葛孔明みたいなもんや。エルヴィンがマーレ見たらダメだろ。ハゲ捨ててアルミン蘇生はないわな。エルヴィンが戦闘にいなかったら猿を騙せないだろ。そんなのもわからないのか。
生きてたら外の世界知って絶対クソ化しとるな。アルミン殺してエルビン生かしたらエルビンがベルトルトみたいな思考になっていくんやろか。でもお前ら仮にあそこでエルビン蘇らせたとしても、とベルトルトで兄好き好きおじさんになったエルビンみたいか。それはそれで見てみたい。しゃあない。トップが戦闘になって捨て駒にならないと部下がついてこないし。アルミンが50メートルの壁から民家に吹っ飛んだのに体が無傷だったのはなんでなん？脱力やろな。立体軌道でビュンビュン飛び回ってもピンピンしとるからエルディア人は頑丈なんやで。アンカーが刺さってたんじゃない適当。特攻してるエルビンの表情かなり良かったぞ。あそこは誰がどう考えてもエルビンやろ。基本アニメでしか追ってないけどエルビン片腕なくなってるし、どうやっても退場フラグビンビンやん。言うほど主要キャラか？当たり前やろ。エルビンって全く魅力なくね？はい。あそこで戦闘切っていく団長だから人気あったんやで。オルガよりはマシな死に方。今再読してるけどエルビンすごい。世界見て欲しかったわ。エレンみたいにがっかりするのかな？エルビンなくなってカオスで辛い。がっかりはしないと思う。いろんなことが次々にわかるから。そっか。現状よりマシだろうな、エルビンのいる世界。エルビンのいる調査兵団が本当に好きだったよ。エルビンなら壁外諸国との武力交渉も危機としてやったし、エレンほど破滅的な手段取らなかったと思う。壁外に人がいるって疑問が解決したらモチベダウンかな。人間人生でたった一個のモチベって決まってないと思うけどな。世界と調和してパラディの人たちを生き残らせるのもモチベになると思う。死んだ戦友たちの思いを継ぐためにも。エルビンも苦しいばかりの人生じゃなかったでしょうに。何気ない日常の中で生きている喜びを噛みしめることもあったと思うんだ。もし生きていればまたそんな機会もあったでしょうに。好奇心旺盛な人っぽいし、アルミンとかと一緒に世界を探検できたら幸せだったろうな。アルミンたちともっと話す場面があったらよかったのにね。ほとんどないからすぐとかタクスとか勝手に決められてもピンとこないよ。交流があったら言葉もはっきり意味を持つのに。エルビンは軍師だったな。アルミンよりエルビンを生き返らせたかった。団長は壁内まとめるのにも必要な存在だった。何気に政治力もやばい。ただ、アルミンを生き返さないとミカサが暴走しかねない。ジークもエレンと接触するだろうし。アルミン生き返らなかったら連載終わるわ。あそこでアルミン死なせたらエレンとミカサが離反してた可能性もあるから仕方ないし。メタ的には物語の語り部だからね。新装備のエルビン見たかったなとか、エルビンいたら今の地獄のような世界とはまた違ったんだろうなとか思うけどね。